はい、ということで、ユッキーです。今回はですね、豚麺、続いて豚麺なんですが、ここ一番屋の、チーズカレー味というね、こちらもレアな豚麺ね、売ってました。コンビニ、ローソンで売ってました。はい。ね、チーズカレー味。ここ一番屋監修のチーズカレー味と。癖になるうま辛さ。と書いてあります。一応、豚麺はですね、まあ一応、普通の、普通に出てる豚麺っていうのが、まあ値段が50円ぐらいなんですが、こちらは100円と、ね、ぼったくり価格になっておりました。はい。それで普通の豚麺にもですね、一応カレー味っていうのがあるんですけど、まあ、こちらと何が違うかっていうと、まあ、チーズカレーだから、まあ、チーズが入ってるっていうか、まあ別に全然見た目はチーズ、関係ないですけどね。まあ、チーズが入ってるんだろうなということで。それでは食べていきたいと思います。いただきます。うん、あ、なんかすっげえチーズの香りする。食べたら。これあれだ。すっげえチーズだ。香りが。食べた時の香りがチーズ。すっげえ。まあ一応原材料名にも、チーズカレー風味粉粉末スープって書いてあるんで、まあそこの違いだろうな。すっげえ、すっげえチーズの香りする。うん。で、別に辛くはないですね。うん。前回のゴジラ豚麺もそうだったんですけど、まあ、多分、まあ、お子さん向けの商品だからっていうことなんだろうね。まあ、うん。駄菓子的なね。だからそんなに辛くはないっていうことなんだ。これも別に、まあ、辛いってことはないですね。普通のカレー味。うん。あ、でもこれは美味しいっすね。うん。これはまだ、チーズの味がすごい、出てるんで。前回の、ね、ゴジラ豚麺は激辛とか言ってて全然辛くなかったんで、まあぶっちゃけ、なんか、騙された感がある。でもこっちはしっかり。うん。しっかりの、チーズ。チーズ感たっぷりやね。うん。そしてやっぱりカレースープなんで若干このとろみもある。うん。すげえチーズの味する。味っていうか香りが。うん。これはなかなかクオリティ高いですね。まあでも100円だからな。ぶっちゃけて言うとこれ、駄菓子で、ガキが買う商品じゃないよね。豚麺ってさ、普通だと1個50円じゃないですか。もうそれでも買わない、高いと思うんだよ。俺、駄菓子、まあ子供の時よく買ってたけど、30円以下は買わんかったもんね。
や、30円以上は買わなかったもんね。だから50円で高い。で、それなのにこれ100円でしょ？まあ、大体さ、子供がさ、お菓子買ってもらうときって、大体100円玉持たされて、はい、行ってきなさいみたいな感じになる。これ1個だって、ね、高級すぎるよね。ちょっと。子供には。子供にはちょっとこれは高級すぎませんかね。なんか、なんか、そこになんかすっげえカレーの粉みたいなのがすっげえ溜まってる。まあ、ということで、こちらはまあ、四つ星。まあ、子供じゃなければ、大人ならまあ、まあ、一回食ってもいいんじゃないですかねっていう感じです。それではご視聴ありがとうございました。